おはようございます。ティアラガールの菊池真希です。東京家政学院大学3年生です。今日はすっごくよく晴れてます。久しぶりに青空が見えてますね。でも熱中症には皆さん気をつけてください。私はこの前山梨に行ってきたんですけど、今山梨はすごいいっぱいいろんなフルーツ狩りをやっていて、そうですね、今ブルーベリーとかあと桃とかブドウとかすごいいろんな種類をやっていたんですけど、で私4月にいちご狩りやったんですけど、その時も本当おいしくって30分で50粒ぐらい食べちゃいました。でやっぱり買って食べるよりもすっごいおいしいし、大きいのを探しながら食べるのがすごい楽しかったです。皆さんもぜひやってみてください。先日とうとうティアラガール7月号が発刊されました。イエーイで今ナチュラルローソンさんや全国の大学サロンでゲットできるんで、皆さんもまだもらってない人はもらってください。で今回のティアラガールですね、7月31日までに1ヶ月限定なんですけど、応募者全員になんとネイチャーリパブリックさんのアイパック、目元パックをプレゼント、応募者全員にプレゼントしちゃうっていうスペシャル企画をやっているので、皆さんもお友達とみんなで一緒に応募してみてください。と詳しくは、そのティアラガール紙面や、Facebook ページ、Twitter などでご覧いただけますので、ぜひ見てください。たくさんのご応募お待ちしてます。それでは今日もいってらっしゃい。